HP-41CX と、次期カードリーダーと、関熱式プリンター HP-41CHP-41 シリーズは、ヒューレット・パッカードが1979年から1990年まで、製造していたプログラム電卓である。拡張性があり、逆ポーランド気法を特徴とする。最初のモデル HP-41C は、 A 数字を表示できる最初の電卓だった。その後、HP-41CV、HP-41CX と機能やメモリ容量を拡張していった。HP-41C の A 数字液晶ディスプレイは電卓の使い方に革命を起こした。当時としては画期的な使いやすさを実現し、 電卓のキーにない関数や機能でも A 数字を直接打ち込むことで使用可能だった。また、計算途中で何が起きているかを表示可能で読んで意味のわかるエラーメッセージを表示したり入力を促すプロンプトを表示できた。初期の電卓は演算や関数は一つのキーあるいはキーの組み合わせに対応している必要があった。 HP-67 には3つのシフトキーがあり、テキサスインススルメンツの電卓には2つのシフトキーを含む50以上のキーを持つものもあった。それらに比べると、HP-41C のキー数は少なく1つのシフトキーしかないが、数百個の演算や関数を提供している。キーに割り当てられていない関数は、ゼックを謳歌してから英数字で関数名を打ち込めば、 良い。例えばゼックファクトは会場関数である。この電卓には特別なモードがあり、ユーザーが任意のキーに任意の関数を割り当てることができ、デフォルトの関数割り当てではユーザーの用途に適さない場合に対応可能であった。このモードのために HP-41C には、 何も書かれていないキーボードテンプレートが付属していて、ユーザーがカスタマイズしたキー配列に合わせて説明を記述することができた。ヒューレットパッカードはキーに関数名が刻印されていないバージョンも発売しており、常にキーをカスタマイズして使用する用途を意図していた。HP-41C の社内コード名がココナツだったことから、この関数名が刻印されていないバージョンは、 ブランクナットと呼んでいた。英数字ディスプレイによって関数名をフルに入力できるようになり、プログラムの編集も大いに改善された。それまでの数字しか表示できない、プログラム電卓では、キーの位置を表す数の羅列になっていた。それをユーザーはマニュアルにある、対応表を見ながら解釈する必要があった。さらに言えば、ユーザーはその数の羅列について、 関数を表す数と実際の数を区別する必要があった。HP-41C の液晶ディスプレイでハローワールドを表示した様子 HP-41C は14セグメントディスプレイで文字を表示する。また、当時は LED 表示が多かったが HP-41C は消費電力を抑えるために液晶を使っている。このディスプレイによって アルファベットの大文字と数字と一部の記号を表示できるが、例えば5と S を区別するために若干のデザイン的工夫が必要になっている。また、アルファベットの小文字は表示できない。ライバルのシャープが1980年にリリースした PC-1211 は 5×7 ドットのドットマトリクス液晶を使い、 今日コンピュータで表示するのとほとんど同じように文字を表示できた。HP がドットマトリクスを採用したのは1984年の HP-71B からである。HP-41 シリーズには拡張モジュールを装着することができ、機能を拡張可能である。メモリやアプリケーションの拡張用に4スロットが用意されており、プログラムの格納された。 ソリューションパックとして、技術計算用、物理計算用、数学用、統計用、金融用、ゲームなどが発売された。拡張機器としては、サーマルプリンター、磁気カードリーダー、バーコードリーダーなどがある。HP、いるインターフェースモジュールを使って、インターフェースループを組むと、さらに様々な周辺機器を接続できる。インターフェースループは、 トークンパッシング方式のインターフェースであり、その名の通りループ型のネットワークとなっている。インターフェースループを使うと、より大きなプリンター、マイクロカセットテープレコーダー、3.5インチフロッピーディスクドライブ、RS-232 通信インターフェース、ビデオディスプレイインターフェースなど、最大30台まで接続可能である。 インターフェースループはその後の HP-71B、HP-75、HP-112 も装備されている。HP-41C は63レジスタのメモリを搭載していたが、ユーザーの多くは4つの拡張スロットすべてをメモリ拡張に使ったため、他のモジュールを装備できないでいた。そこで、HP は容量を4倍の256レジスタに、 した。メモリモジュールを発売し、1個で最大の319レジスタまでメモリ容量を拡張できるようにした。HP-41CEV は当初から最大の319レジスタまでメモリを搭載し、HP-41CE に比べてメモリ容量が5倍になっており、同時に4つの拡張スロットがすべて空いていた。使用上。 メモリはそれ以上拡張できないため、HP は補助記憶装置として使える拡張メモリモジュールを設計した。そのメモリには直接アクセスできないが、その内容を本体のメモリにロードしたり、本体のメモリ上の内容をそこにセーブできる。したがって拡張メモリモジュール上の内容はいわばファイルである。拡張メモリは最大600レジスタまで拡張可能となっている。 HP-41 シリーズの最後のモデル HP-41CX では、その拡張メモリも124レジスタ内蔵し、他にも時計機能などの追加機能を内蔵していた。1983年に発売され、1990年に販売終了となった。DM41DM41 DM は、 スイスマイクローズ GMBH が2015年4月より製造を販売している HP-41CX の機能を再現したクローン電卓である。CPU には ARM アーキテクチャの LPC 1115が使用されており、この CPU 上で HP-41CX のナットプロセッサがエミュレートされている。また、筐体を大きくした電卓。 DM41L を同年12月より販売開始した。インターフェースとしては USB ミニ端子が用意されており、これを通して接続したパソコンからファームウェアを更新することが可能となっている。DM41 は DM1X と共通の筐体を使用しているため、HP-41CX とはキーの配置が異なる。そのため、 HP-41CX のマニュアルを参考にする際には注意が必要である。また、HP-41CX とは異なり、拡張ボートが存在しないため、プログラムやデータを外部とやり取りすることが難しい。DM41 では、前述のように拡張ボートがないため、拡張モジュールやバーコードリーダーを用いて合成的プログラミングを使う。 ことはできない。しかしながら、バイトグラバーを導入することで、合成的プログラミングを使用することが可能である。下表に 41C、41CV、41CX、DM-41 の主な機能の差を示す。イエス、利用可能、オーパス、モジュール追加により利用可能、ノ利用不可、C1。ファームウェアが、V18 または、 V22 の場合ファームウェアが V26 の場合ハット HP82106A メモリーモジュールまたは HP82170A クワードメモリーモジュールにより増設可能 ABCDHP82180A エクステンディットファンクションスメモリーモジュールを増設することにより使用可能 ABCHP82181 エクステンディッドメモリーモジュールにより、さらに増設することが可能時計、時間値の計算、カレンダー、アラーム、ストップウォッチの各機能を ABHP 82182、A タイムモジュールを増設することにより、使用可能 OHP-41 シリーズは、キーストローク方式のプログラミングが可能である。プログラムには、無条件分岐、条件分岐、 ループなどのプログラミング機能も使用可能である。2以上69以下の指定した整数の解状を計算するプログラムの例を示す。このプログラムは2レジスタ分のメモリを使用する。行コードコメント。01LBL、FACZECFAC によってプログラムを開始するラベル FAC を設置。例2 s t o 0 0スタック x をレジスタ例に入れる。 031スタック X に1を置け数。04 LBL 00ラベル0を設置。05 RCL 00レジスタ0から、スタック X に入れる。06スタック X とスタック Y をかけて、スタック X に入れる。07 00レジスタ0から1を減じ、その結果レジスタ0が0以下ならば、次の行をスキップする。08 GTO 00ラベル0へ行く。 09エンドプログラムを停止し、スタック x を表示する。地球周回軌道での放慢線位軌道のデルタ V1 とデルタ V2 を計算するプログラムの例を示す。このプログラムは9レジスタ分のメモリを使用する。行コードコメント。01LBL、モンラベルモンを設置。0 2 s t o 0 2スタック x をレジスタ2に入れる。 03X、Y スタック X とスタック Y を入れ替える。04STO01 スタック X をレジスタ1に入れる。053.986005E5、e、スタック X に3.986005105を置け数する。06STO00 スタック X をレジスタ0に入れる。07X、Y スタック X とスタック Y を入れ替える。08 スタック Y を、スタック X で割り、スタック X に入れる。0QSQRT スタック X の平方根を、スタック X に入れる。12スタック X に2を置け数する。11RCL02 レジスタ2からスタック X に入れる。12スタック Y に、スタック X をかけ、スタック X に入れる。13ラスチレジスタラスチからスタック X に戻す。 14RCL01 レジスタ1から、スタック X に入れる。15スタック Y に、スタック X を加え、スタック X に入れる。16、スタック Y を、スタック X で割り、スタック X に入れる。17SQRT スタック X の平方根を、スタック X に入れる。18スタック Y に、スタック X をかけ、スタック X に入れる。 十九 x y スタック x とスタック y を入れ替える。二十スタック y からスタック x を減時スタック x に入れる。二十一 st o 零三スタック x をレジスタ三に入れる。二十二 rcl 零零レジスタ零からスタック x に入れる。二十三 rcl 零二レジスタ二からスタック x に入れる。二十四スタック y をスタック x で割り。 スタック X に入れる。25SQRT スタック X の平方根を、スタック X に入れる。26にスタック X に2を置け数する。27RCL01 レジスタ1から、スタック X に入れる。28スタック Y に、スタック X をかけ、スタック X に入れる。29ラスチレジスタラスチからスタック X に戻す。 30rcl02 レジスタ2からスタック X に入れる。31スタック Y にスタック X を加え、スタック X に入れる。32スタック Y をスタック X で割り、スタック X に入れる。33sqrt スタック X の平方根をスタック X に入れる。34スタック Y にスタック X をかけ、スタック X に入れる。 3 5スタック k y からスタック x を現時、スタック x に入れる。3 6 s t o 0 4スタック x をレジスタ4に入れる。3 7 r c l 0 3レジスタ3からスタック x に入れる。38エンドプログラムを停止し、スタック x を表示する。このプログラムを実行するには、例えば下記のように、キー入力する。 6778千位全軌道半径を、スタック x に置けか Enter StackX を、スタック y にコピー。9378千位後軌道半径を、スタック x に置けか数。z e ア α ファ、ホモンを実行。プログラムが終了すると、デルタ V1 の計算結果が0.5941と表示される。ここで、X、Y を押すと、 デルタ V2 の計算結果が0.5476と表示される。HP-41C には巨大なユーザーコミュニティが形成された。世界中の愛好者が新たなプログラミング方法を発見し、独自の拡張モジュールを作り、クロックアップに挑戦した。コミュニティの発見の一つに、エディタのバグを利用して、特殊な関数をキーにはり当てる方法がある。 重要な関数として、バイトジャンパーと呼ばれるものがあり、プログラムの命令を通常では許されない方法で編集できる。この機能を使って命令列を生成することを合成的プログラミングと呼ぶ。合成的プログラミングでは、オペレーティングシステムが確保しているメモリにアクセスでき、マシンを完全にロックするなど様々な奇妙なことが可能である。 ヒューレット・パッカードは公式には合成的プログラミングをサポートしなかったが特に禁止もしなかった。そして最終的にはユーザーグループに対して内部文書を開示した。ありがとうございます。